ない？マイナーなユニットだとこっちに出演なんだろうね。でもメインステージは1万人規模らしい。1万人？それは途方もない大きさですね。そんな規模のイベントだったなんて。なんたって伝説と言われる DJ 憧れのステージだからね。そこに立つのは夢のまた夢。ってリンク？出たい、私出たい。マホちゃん、ウニちゃん、レイちゃん、出ようよ。くっ、言うと思った。出たいって言ってもまずオーディションに合格しなきゃ。ものすごい倍率だと思うけど。これを読むといくつも審査があるみたいです。まず書類審査、それからオリジナル曲審査に映像審査、さらに実際に観客の前でパフォーマンスをするオーディエンス審査なんていうのもあるようです。面白そう。へえ、オーディション自体がイベントみたいになってるのね。思ったより面白そうじゃない。ちょっとそれ見せて。しました。審査員の一人超有名ゲームクリエイターだわ。作品見てもらえるチャンスなんてめったにないのに。ねえねえ、マホちゃん、レイはどう思う？オリジナルの曲作りも結構大変そうだけど。